亀井章2月19日から1858年7月6日は、江戸時代後期の監視人、詩書家、文人画家。賞金、小言などの表記もある。筑前国沢原軍名の浜村にて、父亀井章陽、母一の長女として生まれる。4歳頃から、父、章陽の手ほどきで、陽明学の一派の儒学を学ぶ。公共の素読もいった。この頃同時に、 書も学ぶ。九歳にして、秋月藩八代藩主秋月町、信る主催の書画展、斉富宮美州において、名声を白紙藩主より、ちりめんの帯を褒美に与えられる。妹の高志と共に、桃寺の浜辺で、しじみや、あさり、はまぐりなどを取り少女期を過ごす。当時、桃寺浜は、自然豊かであり、松林もあり小路取りなどもできた。採取した山の幸は、 家族、女性など大家族の食料として重宝された。家父には女とのみ記載されている。祖父、亀井南明、父小陽は福岡藩に私学文書、関東館を主催していたが、関西医学の金により、教授悲鳴、祖父南明は終身実居処分となっていた。この親子は、幕府御用氏の朱子学とは異なる、陽明学、古学派の思想により、 個人を主張し、自由な生き方を求めることを追求していたので、福岡藩もこの親子を危険人物扱いせざるを得なかった。藩は、漢学者としての地位を解き、商用の階級を下級武士扱いとした。当時から、現在も福岡地方は、国境の町としての警護が張り巡らされているが、1八百九年八月より、藩明により、放火台番という任務に就かせられ、 商用は2年3ヶ月従事した。勤務地への不妊の内容などを商用はのろし山日記に詳細を記している。昭は13歳の時に父が放課大番に出立する直前の集中講義で最良の成績を取った。これは実施といえども平等に評価したことの証明である。父の出張の皇帝に途中まで同行し、父と共に 途中の町で試作を行ったりした。15歳の時に、父より、幼鳥亭と名付けた書斎を与えられた。18歳の時に自作詩集、幼鳥孔を編む。94四ンの自作監視からなる。19歳で、父の書生であった、三隈元号1852年、筑前国糸郡岩村出身。本生は、三隈氏、名は源、また、字は、当たる流。 王を雷首三人、通称は言語。亀井商陽に学び、その学祭を認められ、1810年27歳の時、商陽の娘将と結婚し、亀井家養子となり、平民から武士となった。医業の傍ら、妻と共に儒学を師弟に教えたと結婚。夫の雷首三人は医業を専門としていて、各地の重要人物の主治医も務めていた。 中でも平戸行き,つき島の増戸美氏は、再開保健王で、空医学の理解者であり、医療定期検診に赴いていた。小二24歳の時に、福岡藩に同行願いを提出し、夫に同行して、平戸に旅行する。また、夫の留守中には、の家事運営の記録、守る社日記を漢文にて詳細に記す。結婚後8年も経て27歳の時に、 待望の第一子、くれない、画商、ベニゾメを出産。自分が父より施されたような教育を行い、母同様再起間発な将来が期待されたが、幼くして、堂々たる、千人下級点の書も残されているものの、5歳8ヶ月の、生涯を閉じた。少なしより33歳4月13日のことで、今宿亀池年間には、あーあいなりとのみ記載されている。 最愛の娘を失い悲嘆を紛らわすように、書画に打ち込み、門邸にも抗議を行ったりした。特に1853年頃には、書よりも絵画に有名になり、制作の依頼が多数あった。安政4年7月6日、今塾で死没。60歳。遺体は、ももじの事業の清島寺に葬られた。南あたり、人志しコちょっと、昔ヒストリーによれば、 地形とは地面を鳴らし固めること。黒田藩二代目、藩主忠行は、下級武士を住まわせるために、菰川と、ひ川に挟まれた、この地を宅地として整備し、地形と名付けた。1872年に、地形を、地業と改めた。福岡市中央区地業清島寺にある亀井省の墓、亀井省、と、原祭品は、聖地区の次女と並び称された。亀井を、 野村望東に、二川魂の高原秋月藩中高の名君秋月町、信ぶの主催した、滋賀県において、創熟の才能を認められた。その頃より、同年の秋月の呪学者、玄古書の娘、原斎品との交流が始まる。共に、当時の封建制度の中における、武士階級の呪学者の家系にありながら、父親のリベラルな思想を背景に、 学問をなすことを奨励された希少な少女同士として、福岡藩と秋月藩と近接した藩ではあるが、離れていても友情を育んだ。1808年には、目をあずらった少子よりのもとに遊びに来た。原西品は28歳の時に、江戸で遊学に出る前に、福岡藩の亀池を訪れて、小、にも会っている。小、についての、各時代の評者による評価には、 以下のようなものがある。広瀬丹相は弟子たちと共に、1845年4月23日、47歳の章と夫、章陽を今塾の屋敷に訪ねた際の印象を階級浪筆記に記しており、章の筆殺との慶州亀衣章、伝に以下の通り記載されている。丹相が今塾亀池を訪問した時に、高音定書祭に、 炭相が入るのと一緒に、門人たちも、どやどやと入室したのである。炭相は、次の部屋に、弟子たちは待つ。後に弟子を呼び込み紹介しようと思っていたのである。それが、断りもなしに一緒に入室した無礼を咎めたのは、当然である。これには弟子たちも返す言葉がなかったのであるが、その中の一人が、章を、早く見たかったのですと全員の心中を語ったのに、 全員そうです。と相槌を打つような状況を呈した。これには、炭素も、いささか笑った表情で次の言葉をしなかったと思われる。ユーモア溢れる一座の指定雰囲気がよくうかがえる。本校の冒頭にした荘園氏は、当時から広く知られ、その余波は、荘の恋歌にふさわしい美人像を生んだのも、当然である。これが、音量な広瀬炭素を門人に、話題の女性を一目、 早く見たいとした、書生気分がわかる一文である。章の筆作と、慶州亀衣伝殿亀用文庫、のこの博物館、1992年、68ページ、ここで研究される、昭園誌、九州第一の梅婚野君がために開く花の真意を、知らんと欲せば、参考の月を踏んでくれについて、慶州亀衣章、伝には、以下の通り記載されている。 かねてより求愛されていた男性に、遠礼、かつ大胆に応えて、男を誘った詩である。この漢詩は、厳格な漢学者の男女7歳にして、席を同じくせずとする時代、その家庭の子女には、絶対にありえないとして、小作詩を否定する意見も多い。未だその断定がされない詩である。章野久と、慶州亀衣装、伝亀用文庫、のこの博物館、 1992年、4ページ、西村天衆が、九州の寺舎を訪ね歩いた道中団をまとめた興味、深い著作、九州巡礼1907年をもとに、校中を丁寧に加えて編集した著書、九州の寺舎たち儒学の系譜を訪ねて、に、亀池にて書画を見た、際の印象が、以下の通り記載されている。亀井商用の女にして、九州第一倍、 今夜ため訓会の死になったかき少女死は、その、夫かみなり首三人と共に、はじめまえばる二十四、五、今塾に移り住み、再会のあざほう正しく、出力かれ、強しにして、四分の木なし。著者、西村天州、甲中、小野口治九州の呪者たち儒学の系譜を訪ねて会長者、1991年、46から48ページ江戸時の福岡県の、 女流文学研究者である、前田宿による評論は、以下の通りである。幼鳥校に収められた漢詩は、前に述べたように、昭が18歳頃までの作品であるが、父、昭陽の訓導の成果であろうか、あるいは、亀井一族の作風であろうか、実に堂々とした風格を持っている、前田宿、江戸時代女流文芸師笠間書院、1999年、 282ページ、また、近世地方女流文芸周囲には、小、については、その知名度に比べて、監視人としての業績は、まとめられたものが少なく、どちらかといえば、絵画や書籍の分野で知られた女性である。特に慶州画家としての名声は、画像要略、古今南画要欄にもその名が記されるほど、東大一流の画家として、全国的に著名な女性であった。 もちろん、監視についても、本書に見られるように、すでに10代の若い頃から、父、昭洋の訓導を受けていたのであるが、その作はあまり日の目を見ることなく、長く、亀池に仮像されたままになっていた。筆者は、千年、昭の証言を書くにあたり、光栄である亀井淳太ク氏のご行為により、その作品の大略を悲見することができた。前田宿、近世地方女流文芸修医現書房 2005年481から482ページと記載されている。ありがとうございます。